サッカー通訳だってなって、そこから目指し始めましたね。それを1ヶ月続けて英語が嫌いになっちゃったんです。一言で言うと、はい、苦行でした、ね。まあ、実際今となってはそのスポーツ通訳やってっていうキャリアになっていくんですけども、そっからどうなっていったんですか？リスニング難しいって言われる人多いんですけど、何が一番役に立ったというか、どうしてもモチベーションアップダウンあるんですよ。その継続に何が欠かせなかったのかとか、最後教えてもらってもよろしいでしょうか？はい、Hello everyone, hi guys. ごめん、皆さんご機嫌いかがでしょうか？今日も可能性無限大。This is TeroSec ということで、今日の動画では英語が苦手なところからスポーツ通訳者へどれだけ勉強したのか聞いてみたというテーマでやっていきたいと思います。英語学習をしている人、英語が大好きな人であれば、将来こう英語に携わるお仕事したいなとか、英語を使うお仕事にこう転職したいなとか、それこそこう海外でお仕事がしたいとかね、まあいろいろこう思うわけじゃないですか。そんな英語を使う代表的なお仕事の一つに通訳というものがありますよね。でも通訳って聞くとこうなんかすごく憧れのお仕事のような感じはしますけど、とんでもないくらい高い英語力がないといけないんでしょって、ちょっとこうハードル高いように感じますよね。しかもそういうお仕事してる人の話を聞ける機会ってなかなかないじゃないですか。通訳者っていうのは一体どれぐらい勉強することによってなれるものなのだろうか、タロサク気になって夜しか寝れないということで、今回の動画はサムネを見てお気づきの方も多いはず。英語系 YouTuber としても大人気、そして今まさにスポーツ通訳者として大活躍中のリュウさんに、私の動画にですね出ていただけることになりましたので、今日はですね僕と皆さんが気になる質問たくさんして、どのぐらい英語学習をして通訳者になれたのか、そしてどんな学習が英語力を伸ばすにあたって良かったのか、英語力習得のためになる動画撮っていきたいと思います。僕のチャンネルでは様々なトピックに関する外国人のインタビュー動画ですとか、英語学習に関するコンテンツを毎週配信してます。見るだけで頭の中がグローバル化すること間違いなし。面白いと思ってもらえた方はチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日も早速いきましょう。はい、ということで今日はお忙しいところ、ご協力いただきありがとうございます。なんとお仕事の都合で最近メキシコから帰ってきたばっかりということで、はい、つい3日前までメキシコに行ってまいりました、ね、ジェットラグが すごかったって言われてましたね。15時間の時差があって、向こうの今多分この時間だと夜なんです、ね、そんなんでもう完全に昼夜逆転しちゃったっていう感じで、じゃあもう今日の撮影のためにもう調整してきてくださったと。もう、はい、飛行機ずっとこうやって起きてずっとこうやって起きてなるほどわかりました。ということで、ご存知の方も非常に多いと思うんですけども、 YouTube でも大活躍の、リュウさんに今日来ていただきました。まあ、私のチャンネルですね、結構いろんな層の方が見てらっしゃるので、もしかしたら今日初めてっていう方もいらっしゃるかもしれないので、はい、なんか簡単なプロフィールいただいてもよろしいでしょうか？はい、リュウと申します。去年までサッカーチームで英語の通訳をしていました。で、今年からはサッカー通訳はもちろん日本と海外をつなぐようなそういった仕事をしております。スポーツ通訳だけじゃなくて世界と、まあ、日本を、まあ、こうスポーツを絡めてこうなんかつなぐようなお仕事を今されているということですね。はい、まさにそうです。スポーツ通訳者って聞くとですね、まずただ通訳っていうだけでも、はい、なんか英語学習してるものからするとちょかっこいいけど、どう考えてもレベル高すぎるんじゃないの私にはみたいなと思うし、そこにまたスポーツって一言ついただけでもう全英語勉強してる男子も歓喜みたいな感じだと思うんですよ。もともとそのリュウさんっていうのは英語を勉強し始めたきっかけみたいなところは何だったのかっていうのと、もともと通訳者になりたかったんですか？もともと通訳者になりたかったかという話をすると、もともとは全く通訳者なんてっていうというか、もはやもう頭構想外というか、そんなものを思いつかなかったっていうのがまあリアルなところで、じゃあなぜ通訳者を目指したかというと、もともとプロサッカー選手を目指してて、めちゃくちゃ下手くそなんですよ。めちゃくちゃ下手くそなのに夢を見てプロサッカー選手を目指したんですけど、結局ダメで、動画かノートかで見たんですけど、はい、筑波大学、あ、そうです、ね、はい、一応サッカー部に入られていて、はい、そうなんですよ。サッカー選手になりたくて茨城の弱小校から頑張って勉強して、うんうんうん、浪人して筑波に入ってサッカーやってたんですけど、でも全然ダメで、もう6軍のベンチ街みたいなところ始まって、そんなにいるんですか人？めっちゃいるんです。へえ、そうなんです。まあ最終的には2軍くらいまで上がったんですけど、うんうんうん、でも結局そこで夢
夢を見てしまって、いや俺はいけるぞみたいななって、はいはいはい、挑戦したら全くダメで、それで一回もうサッカーから離れようと思ったんですけど、ちょっと待って、その時はもうじゃあスポーツ少年、もうスポーツ少年、スポーツばっかり、もうまさにスポーツ少年、はい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 、でサッカーもう嫌いになっちゃったというか、サッカーしかやってこなかったんで、はい、もうダメだみたいな感じになって、もう人生もう先真っ暗みたいな感じになってしまったんですけど、あるまあ出会いがありまして、なんかたまたま誘われた練習試合に行ったら、元サッカー通訳の方がいらっしゃって、同じチームに、はい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 、でそこでもう興味本位で話を聞いたんです。通訳って何ですかと聞いたら、うん、まあ、これこれこうでサッカーチームで通訳として働くというそういうお仕事があるんだよというのを聞いて、サッカーと言語っていうものを使って仕事ができるんだっていうのに気づきまして、うんうんうん、はい、英語は全くできなかったんですけど、うっすらこう興味はあるというか、話したいみたいな、サッカーの他に何が熱持ってできるかなっていうふうに当時すごい考えてたんですけど、その時にもしかしたら英語かもしれないというふうに思って、そしたらサッカーと英語がガシャンってこうくっついて、はい、ビビってこう雷みたいなのが落ちて、あ、本当にもうなんかドーンってきた瞬間、もう初めて人生で、うん、であサッカー通訳だってなって、そこから目指し始めましたね。じゃあその筑波大学は浪人して入ってるから、その文法とかは、はい、ある程度その受験勉強でちゃんとはやった、そうですね、っていうのはあるけども、はい、まあ喋れるわけでもなく、はい、現役の時のセンター試験が98点だったんですよ。え、200点満点中、はい、でこれはダメだっつって、でそれで浪人して、はい、でめっちゃ勉強したんですけど、はい、蓋開けてみたら120点だったんですよ。え、浪人して、おー、はいはいはい、いやでも言い訳させてください、はいはい、めっちゃ勉強したんですよ浪人の時、はい、で受験の時に浪人なんで一人なんですよ、うん、仲間が、うん、で隣の人を誰か知らない人、蓋開けてみたらその隣の人がおそらく帰国子女の方で、おー、なるほどなるほど、でセンター試験80分あるうちの40分で全部解き終わって、半端じゃないですね。でもうなんか鉛筆こうやってやって、こう椅子こんなことやってみたいで、隣でドヤ顔、そうドヤ顔で、僕は浪人してる身でもう絶対に受かんなきゃいけないみたいな思ってたら気負っちゃって、でそれ全然長文とか解けなくなっちゃって、あ、もうパニック、パニックで、うん、第5第6問で30点36点、トータル66点なんですけど、うん、それの6点しか取れなかったんですよ。うわ、いつもだったら取れてた、ある程度は取れてたと思います。取れてたと思いますけど、ダメで、でそれ結局リスニングも50点中12点だったんですよ。それ完全に僕のせいです。あ、そうですか。完全に耳が、あ、そうなんですね、耳がちょっと良くない。なるほど。あ、でもなんかそういう勇気出ますけどね。浪人して120に僕はえって言ったんじゃなくて、今通訳者で、え、浪人後も120だったんだ、そこっていう、そこにえだったんですよ。そうですよ。多分あんまり頭が良くない。あ、おー、なるほど。そもそもの。え、でも15点リスニングも。12点です。12点。15点って言いたいです。ちょっとしか変わんないけど。筑波大学一応入れたんですけど、うん、筑波大学の受験方式がテスト半分、実技半分だったんですよ。なんでテストはもうボロボロで D 判定だったんですけど、はい、後の実技っていうのがサッカーと 1500m 走だったんですよ。ほう、死に物狂いでこう、あーやるぞやるしかないみたいな、やってしたら合格最低点プラス1点で受かったんです。うわ、すごい。もう本当ギリギリ滑り込みで受かった、あーよかったみたいな。でもやっぱ学力は低すぎるんで、やっぱ入ってから周りがすごすぎて、うん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 、結構うわーみたいな感じになりましたけど、人生のターニングポイントというか、ここでこうだったら今どうなってたんだろうみたいなポイントって結構あると思って、僕も結構あるんですけど、その1点2点変わってたら人生ね全然違ったかもしれないですね。全然違うと思います、ね、筑波という素晴らしい大学に入れたっていうのは、僕の今の人生を構成していると言っても過言ではないと思います、うん、まあもちろんサッカー選手目指してたので、筑波に入って野球頑張るぞみたいな思いもあったので、うん、はい、どこら辺からその英語をちゃんと勉強して伸ばし始めたのかなっていうところをちょっと聞いていきたいんですけど、それは受験なんですか、それとも、もちろん受験の時にテストで点数を取らないといけないというところでその勉強はしたんですけど、でも受験の勉強は受験の英語であって、やっぱ会話っていうのはまた違うじゃないですか。じゃあその会話の勉強をいつし始めたかっていうと、オーストラリアに留学する3ヶ月前から本格的に始めたっていう、2019年のだいたい4月くらいですかね。え、その時までは文法は自習されてるんですか、それとも受験の知識のまま。全く、というか、うん、受験終わったあるあるで、受験やりきったらとりあえずこう何もしなくなるじゃないですか、うんうんうん、でそれが僕は大学1年から4年まで続いて、まあでもそうですよね、そう、うんうん、もう全然勉強しないというか、うん、なんでそのまま貯金で頑張ってるけど、貯金もどんどん減っていくみたいな。確かに忘れてきますもんね。でじゃあいざ英語やろうってなった時にもう全部すっぽ抜けてて、うんうんうん、だからもう、あ、ダメだみたいな感じで、もうこれは一からやらないといけないなみたいな。大学の4年で留学行くって決めたってことですよね。大学4年間は全く留学とか頭になく、もう本当にプロになりたいとしか思ってなかったので、それで大学4年でプロになれず、プロになるために大学院に進んだんですけど、大学院1年生の時にプロがダメで、大学院2年生の春に
留学しようって決めたんです。はあ、はい、私もリュウさんのチャンネル何度も見させてもらったことありますし、それこそ記事で読んだんですけど、メルボルンのオーストラリアの大学院に行かれたんですよね、その後。はい、その前の3ヶ月にちゃんと勉強し始めたと。そうです。これは何したんですか？一応交換留学という形でビクトリア大学というところには行ったんですけれども、はい、その入る方法もちょっとあんまり参考にならなくて、いろんな人の、はい、というのも通訳になりたいって言って、これは留学しかないってなって、うん、まず大学の留学センターにこうバーって行って、留学したいって言ったんですけども、うん、門前払い食らってそれで、まあ、何回毎日通ってたらパンフレットをもらったんです。交換留学先が載ってるパンフレット、そのパンフレット読んで、とりあえず英語圏の大学に全部メールして。行動力すごいですね。もう行くみたいな感じになってるんで。もう紙には載ってますもん。そう紙には載ってる、はい、で例えばフィリピンとかカナダとか、はいはいはい、アメリカとかオーストラリアとか、うん、もう全部送ったんですけど、帰ってきたのがオーストラリアのビクトリア大学だけだったんです。でも帰ってきたんですね。帰ってきたんです。その後その教授の方の連絡先を直接もらって、で直接拙い英語でメールしたら、うん、ファンタスティックみたいな感じですごい乗りよく帰ってきてファンタスティックって感じ。そう、はい、それでもう全部書類とか全部準備してもらって、英語力とかに関しては多めに見てもらったんですよ。ほう、なんで気持ちが伝わった。はい、気持ちが伝わってっていうのを踏まえると、その3ヶ月間で何をやったかっていうと、普通の人だったらきっと会話の練習みたいな感じになるんですけど、うん、僕はもう留学はもういけるんだってなって、そこから始まったので、英単語、シャドーイング、文法書ですかね。あ、もう知識の方ですね。もう知識の方、もうとにかく受験でやったものを全部やってたんですよ。うん、もうその3ヶ月間は全然ダメでした。あ、全然ダメだったんだ。全然ダメでした。どのぐらいその時って1日学習してたんですか？決まったって言って最初の1ヶ月間はもうこんなになってるんだから、うんうんうん、朝起きて英単語帳、通学時間になんかポッドキャストで英語聞いて、はい、でお昼ご飯食べてる時に海外ドラマ見て、帰ってきたらもうシャドーイングと、うん、あとはちょっと独り言英会話、こう独り言喋って、で夜寝る前に音読1時間みたいな。めっちゃやりますね。もう1ヶ月やったんですよ。じゃあもう何時間もやってるっていう状態？多分10時間くらいは数えたらやってるんじゃないかなっていう。でもそれを1ヶ月続けて英語が嫌いになっちゃったんです。なんでですか？やりすぎて辛いと思ってるけど、でもやんなきゃいけないって言ってやってたら嫌いになっちゃって、全然できなくなっちゃって、うんうん、なんで3ヶ月勉強したって言ってましたけど、1ヶ月は勉強して、あと2ヶ月全然できないんですよ。やろう、いやみたいな、お腹痛くなるみたいな。ちょっと頑張りすぎちゃいましたね。頑張りすぎちゃって、で結局留学して、うん、で教授にこうやってこんにちはって挨拶して、研究の話とかいろいろされて全く分かんなくて、はい、そうですよね。そう、じゃあお前何しに来たのって。うわ、そんな感じだったんですか？最初ファンタスティックとか言ってくれたのに行ってからお前何しに来たのみたいな感じになって、本当にやばかったです、もうメンタルが。すいません、ちょっと面白くて、すいません。リュウさんあれですね、結構動画回ってないところでは普通なのかなと思ったんだけど、ちゃんと動画の感じ出るんです。いや、そんな、でも動画はあれ行き過ぎてるんで。あ、本当ですか？こんな、ちょっとなんかそれ僕一ファンとして隣で見せたらちょっと笑っちゃいました。これ聞こうと思ったんですけど、その大学院行くじゃないですか、はい、行きたかった、もうすごい行動して勝ち取ったチャンス、行ってその花の大学生活みたいな海外に待ってるのかなと思ったんですけど、どうだったんですか？そっから一言で言うと、はい、苦行でした。苦行、二度と戻りたくない1年間だったなっていうのが正直なところです、うんうん、結構大学に留学されてる方ってキラキラしてるんですよ、うん、で僕もそれ見て、うわいいな、よっしゃ行って、もう全部ドリームズカムトゥルーだと、うんうんうん、行ったら、まあ、授業受けるんですけど、授業全くついていけない、うん、英語も喋れない、で英語喋れないと友達もできない、うん、で家に引きこもる、で喋んないと英語は伸びないけど、うん、外に出ると喋れない、はい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 、話に入れない、でまた家に引きこもる、もう外に出るのすら億劫になる、はいはいはい、っていうのがもうずっと1ヶ月2ヶ月目は。じゃあもう帰りたいみたいな、正直もう正直はミスったなみたいな、なんで俺こんな人生選択したんだろうみたいな、そういう気持ちはありましたね。うーん、その 1,2 ヶ月めちゃめちゃ辛いじゃないですか、はい、でもまあ、実際今となってはそのスポーツ通訳やってっていうキャリアになっていくんですけども、そっからどうなっていったんですか？そっから英語力の伸びにその留学の経験っていうのは生きていったっていうかね。そうですね、本当に留学してよかったなというか、最終的にはそれはもう最終的には思ってて、うん、っていうのも留学中に先ほど言ったように英語を喋らないといけないけど、うん、外に出るのすらストレスだと、うんうんうん、ってなった時に、でも英語を伸ばさないといけない、通訳になるために英語を伸ばさないといけないって言って、わーって考えて、結局自分一人で伸ばす方法っていうのを自分でこう開発というか、人と話さなくても英語は伸ばせるんだぞみたいな、うんうんうん、それを証明したいみたいな、その1年間はもちろん外に出て教授とかと話したりとか授業出たりとかもしましたけど、7割くらいはずっと一人で英語を勉強してて、うんうんうん、でその経験がやっぱり今も生きてて、やっぱり日本に戻ってくるとどうしても英語を話す機会って物理的には減ると思うんですけど、はい、その中でもあの経験でうまくいった経験があるから、日本に帰ってきてもその一人で勉強するっていうのをこう続けていって、それがコンスタントに英語が伸びていくきっかけになったのかなと
行く前の最初の3ヶ月の最初の1ヶ月で英語嫌になっちゃったじゃないですか。行ってから1、2ヶ月めちゃ辛いじゃないですか。そこからちょっと復活できたんですか、やっぱり英語の学習に関しては。復活というか手応えを感じたのが3ヶ月で、全体的に言うと英語の伸びを感じたのが3ヶ月、留学6ヶ月、で留学11ヶ月目っていうのが、この3回ブレイクスルーと呼ばれるタイミングがあって、そのブレイクスルーが来たのが留学3ヶ月目で、まずリスニングがすごいおーみたいな、聞こえるみたいな、キャッチできるようになってきてる、キャッチできるようになっていうのが、まず一つ自分が盛り返すきっかけにはなりましたね、それ結構僕あの英語教えてるんですけど、はい、やっぱりリスニング難しいって言われる人多いんですけど、話すと長いと思うんですけど、簡潔に言うと何が一番役に立ったというか。リスニングは僕はシャドーイングと、うん、海外ドラマ、この2つがすごく僕の中ではリスニング力向上につながったのかなっていうのを思っています。僕シャドーイングすごい推してるんですけど、はい、海外ドラマっていうのはどういう風に使ってたんですか。僕は海外ドラマを英語字幕、うん、英語音声で見るっていう、なるほどなるほど、をやってて、うん、それいいですよね。なんかこう興味あるトピックで、しかも音声だけじゃキャッチできないんだけど、文字があることによって、はい、内容まあある程度ついていけるし、なおかつこの単語の時この音なんだみたいなのが同時にキャッチできるのを延々と繰り返してるみたいな、はい、そうです。もちろん最初は全くわからないんで、うん、でもそれでもこう歯を食いしばりながらこうやって見るんですけど、はい、最初は字幕を追うっていう形にはなるんですけど、はい、字幕を追いながら読んでいくうちに自動的に耳にも英語が入ってくるじゃないですか、うんうんうん、でそれをやっていくと字幕がある程度読めるようになってくると、意外と耳もついてくるようになってきて、うん、それがこう一つ一つ積み重なっていくと、気づいたらこう大量の英語を耳に入れてる状態になるので、それが結果的に英語になれるっていうのにつながったなっていう。いやいいですね。やっぱり海外ドラマ見るのは英語にいいらしいよとか、洋楽聞くのいいらしいよって、まあ、確かにいいと思うんですけど、これ具体的にこういう風にしたっていうアドバイスはふわっとしてなくて、逆にすごい有益な情報だと思いますね。皆さん参考にしてください。字幕を見ながら海外ドラマをとにかくたくさん見ると、英語で。で実際それからこう通訳者になっていく過程で、通訳者になる人っていうのがどれぐらいその勉強するものなのか、したものなのかっていうのが気になるんですけど、調子が出た留学3ヶ月後あたりからずっと勉強してた、だいたい1日どのぐらいをどのぐらいの期間続けたんですか。勉強時間についてなんですけど、僕勉強時間をあんまりもう測らなくなってしまって、ほう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 、というのも僕が浪人する時の初日、頑張るぞっつって1日10時間12時間やるぞって思って意気込んでたその日の朝に NHK のニュースで東大に合格した人のインタビューがやってたんですよ。ほうほうほう。でなんかこう見てたら、はい、インタビュアーさんが東大入るために何時間勉強したんですかって聞いた時に、その人が時間気にしないですね、時間よりもその日何やったかが大事だと思うんで、みたいなことを言ってたんですよ。間違いない。そう、でそれ僕見てこれだみたいになって、そこから時間を計るよりもその日に何をやったかっていうのを意識するようになったっていうのが、まあ経緯としてあるんですけど、それを踏まえて一日何時間やってたかというと、勉強という勉強、本当に勉強っていう勉強は 3,4 時間くらいです。お毎日。あ、でもすごいですね。それをだって毎日 1年とか、ね、そうですね、続けていくわけですもんね、はい、でもその他も英語に触れてる時間で考えたら、まあそうですね、海外ドラマの時間は抜いてるんで、まあその午前中こうちょっと時間空いた時に海外ドラマはって見たりとかの時間も踏まえたら、まあそこそこは取れてるのかなと思いますけど、まあただ学生だったのでもう時間もあったし、そういう意味ではそこは根詰めてできたなっていう。いくら時間があるとはいえ、それだけ継続できるのすごいなって思いますね。ちょっとせっかくなんで、ここからはその通訳のお仕事のことに関して聞いていきたいですよね、はい、っていうのも僕もちょっと個人的にどうなんだろう、難しくないのかなみたいな思うところがあって、スポーツ通訳者ということでサッカー関係のあれですよね、はい、チームにこう所属して外国人選手のこうサポートとかをされてると思うんですけども、その人のアクセントとかその時々の話すスピードとかまあいろいろあって聞き取れない時とかもあるんじゃないかなみたいな思うんですけど、やっぱそういうのってもうある程度英語力つけて、あとはもう経験していったら大体なんかそういうのも動じなくなるんですかね。通訳に実際になって実際やってみて思うのは、皆さんが想像されてる通訳っていうのは人と人の間に立って通訳するっていう、例えばヒーローインタビューだったりとかあると思うんですけど、うん、それって通訳の仕事の1割に過ぎなくて、あとの9割は準備なんです。そうなんですか。例えばじゃあこの人の通訳しますって決まったら、もうその人の僕はまず映像とかをもう見まくるんですよ。それでその人が使う単語とかをもう全部洗い出して、でそれどんな意味なんだろうみたいな、でこの人の癖がどうなのかとかいうのを見て、で自分でもシャドーイングして、それでいざ通訳の場所に臨むと。面白い、はい、そうなんですね。そうなんですよ。そうしないと通訳できないんですよ。その人の頭の中を相手の頭の中に同じ絵を描かせるっていうのが、まあ通訳のお仕事なので、うん、そうするためにはその人が考えてることをその言葉
よりも広いものを考えないといけなくて、例えば経歴とか、生きてきた、どんな感じで生きてきたんだろうなとか、こう話してる中でどんな考え方するんだろうなとか、そういうのを踏まえて全部頭に情報に入れた上で、それを持ってその人の発言っていうのを通訳していく。なるほど、はい、英語力が全てというわけではなく、英語力はあるのはもちろん、それは大前提として準備が全てなんですね。そうなんですよ。逆に通訳してるときは準備して何が来るかっていうのが大体想定できてるんで、それでこううまくいけるときもあるんですけど、うん、日常会話って全部即興じゃないですか。そうですね。が一番難しいです。ああ、逆に。逆に。そもそも一人見知りっていうのもあるんですけど、はいはいはい、もうなんか話してるときにこうだよね、こうだよねっていうので、えってなって、そもそも話すのが難しいみたいなのもあるんですけど、うんうんうん、でも、まあ、試合とかで大事な場面で大事なことを伝えないといけないじゃないですか。でも最初とか緊張しませんでした？めっちゃ緊張しますそうですよね例えば僕サッカーの現場で通訳をしてたので、選手が決めるじゃないですか、自分の担当してる選手が、はいはい、バーンってもうみたいなベンチになるんですけど、個人的にも嬉しい。そう、嬉しいんですけど、もうそこからヒーローインタビューがよぎるんですよあ、今日ヒーローかもしれないみたいな。なるほど。そうでなって、わ、何言うんだろう何言うんだろうみたいな。試合終わった後にこう選手にお前何言うかちょっと教えてよって言ってあ、こんな感じで言うよみたいなって感じで、いざ立つと全然違うこと言うんですよ。最初は結構やばかったですね。なんとか。なるほど、めっちゃ面白いですね。形にしたけど楽しい。裏のそういう話が聞けて、はい、まあみんながみんなじゃないけど、もしかしたら通訳者さんもめちゃめちゃペラペラこう喋ってるかもしれないけど、中身焦ってる人って結構いるのかもしれない。めっちゃいると思います。あともう一個通訳の面白いところ、はいはい、サッカー現場の通訳に限ってなんですけど、はい、通訳しないことが正解のこともあるんですよ。やっぱサッカーの現場でこうやっぱり人と人との感情がぶつかり合う場所なんですね。あ、はい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 。現場である選手がある選手向かってもっとこうしろよみたいな感じで強く言うこともあると。でも通訳の責任というか、通訳の立ち回りはその場がうまく進むように、はい、みんなが同じゴールに進むことが目的なので、はい、となると例えば日本人選手が僕が担当する外国人選手に向かって、はい、もうお前こうしろよバカだなみたいなことを言った時に、はいはい、それを一言一句訳してしまうと、はい、その外国人選手が怒って、はい、関係性も崩れるし、ラッキーなくなっちゃったりとかもすることもあるんですよ、うんうんうん、そういうのも踏まえた上で一番ベストな方法は何かっていう時に、あえて通訳しないっていうのもあって、例えば選手がバーって言ったら僕がナイス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 みたいな、もっとやれよみたいな、お前めっちゃいいぞみたいな感じで外国選手に伝えて、まあ結果的にこううまく連携がいってうまくいくみたいな、でそれで OK なんですよ。通訳めっちゃ大事じゃないですか。めっちゃ、だからそこのうまくこうバランスみたいなのも見るのも結構面白いお仕事でありますね。なるほど。じゃああれですね、実は僕らには見えてないけど、そういう通訳同士のちょっと戦いも試合の結果に関連してるかもしれないですね、はい、結構。うわ面白い、はい、英語も好きだしサッカーも好きだからめっちゃその話面白いです。ということで、なかなか聞けないそんな通訳の裏話まで聞かせていただいたんですけども、まあ、いずれにせよですね、まあ、そうやって通訳としてスポーツの現場で活躍できるようになるためにはものすごい努力と、それから継続ですよね、努力の継続が必要だったと思います。そのリュウさんの原動力になったものって最終的に何なのかなって言ったところと、やっぱり僕もいろんな人に英語を教えさせていただいてますけど、どうしてもモチベーションアップダウンあるんですよ。その継続に何が欠かせなかったのかとか、ちょっとそういったところを最後教えてもらってもよろしいでしょうか。まずじゃあモチベーションの保ち方からいきたいんですけど、モチベーションで僕もすごく興味があって、大学もモチベーションをどうやって保てることができるんだろう、うん、ということで心理学研究室に入ってずっと研究してたんですよ、うん、で結果何も分かんなかった、はい、っていうのが、まあ、結論で、心理学って勉強すればすること分かんなくなるっていうのがあるあるなんですけど、うん、なんでまあここのモチベーションの話は僕の経験則にはなってしまうんですけど、英語を勉強する上で一番大事だなと僕は思ってるのは、英語を好きになるよりも、うん、いかに嫌いにならないかっていうのがやっぱ一番大事だなと思ってて、はいはいはい、先に言ったように僕1ヶ月めちゃくちゃやり込んで嫌いになっちゃったっていう話をしたと思うんですけど、やっぱ嫌いになっちゃうとどうにもこうにも手がつけられなくなっちゃうんですよね、うんうん、嫌いになってじゃあもう一回頑張ろうと思ってもなかなかそのエネルギーが湧いてこないっていうのはどうしても避けなければいけないっていうのが僕の経験則としてあって、もちろん今通訳っていう仕事をしてるんで、通訳なのに英語が嫌いになってしまったらもう仕事が成り立たなくなっちゃうっていうのもある、うん、まあ、そういうのもあって、やっぱり好きになるよりもいかに嫌いにならずにコツコツ、まあ、英語、まあまあまあくらいのテンションで続けた方がいいのかなっていうのと、あとは毎日やらなくてもいいかなっていうのもあって、はい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 、やっぱり続けることはやめないことだと僕は思ってて、結構あれですね、守りに行く感じですよね、はい、いいですね。続けるっていうとどうしても毎日やんなきゃ、毎日5分とかやんなきゃってなるんですけど、そうするとなかなか逆に続かない人もいらっしゃると思うんですよ、うん、で僕はそっちのタイプだったので、そうじゃなくて、まあ、1週間空いたとしてもやめなければそれはもう続けてることになるんですよ、うん、いうところが、まあ、僕のすごい大事にしてるところかなっていう。なんか今の話で肩の荷が下りた人結構いるんじゃないかなと思います。僕も教えててこれあるじゃないですか、どうしても。でそうするとやっぱり疲れてきちゃったってなるんで、その時はいやチートデー設けるようにしたらいいんじゃないですか、うん、週に1回は何もしない日作る、絶対英語やらない日を作っ
って、その日はもう自分の好きな SNS でもたくさん見て楽しんでいただけたらいいんじゃないですか。でもまたその次の日からメリハリつけてやりましょうねみたいな感じで教えてるんですよね。意外と英語をやんない期間で伸びたりしません？うん、分かります。なんかちょっとサボっててうわやばいなって思って再開したら意外と前より聞けるようになってるみたいな。頭が整理されるんですかね。そう、きっとなんかそういうのはあると思います、ね。はい、じゃあそこはまあ無理せず嫌いにならない程度で、はい、別に無理して好きにならなくてもいいから、まあ、英語頑張っていけるよねぐらいのところでしっかりモチベーションを保っていくっていうところですかね。はい、で僕の原動力の話なんですけど、はい、やっぱり僕は唯一無二の人間になりたいなっていうふうには思ってて、そのために、まあ、サッカーっていうのと言語っていうところはやっぱりつなげていきたい、かつ日本じゃなくて世界に飛び出して活躍する人間になりたいなというふうに思ってる中で、やっぱりそうなったら言語っていうのはつきものじゃないですか、うん、で今僕英語もやりながらドイツ語もちょっとやりながら、あ、そうですか、はい、メキシコに行って急遽スペインもやらなくなっちゃい、やらないといけなくなっちゃった感じになっちゃったんですけど、でそれでも僕の中ではすごく刺激的で、はいはいはい、やっぱりいろんな言語が話せれば話せるほど唯一無二になっていける、うんうん、じゃあここはリュウにお願いしようと、うん、そういう人間になりたいなっていう中での一つのツールとしてやっぱり言語っていうのは素敵だなっていう思うのが僕の一つの原動力で、もちろんその中には辛いし分からないないし、しんどい思いもたくさんしてきたんですけれども、まあ、その中でもこう一つ一つ積み上げていくことの素晴らしさというか、そういったものはありますね。理想像がはっきりしてるっていう感じですかね。目指すところがこうあるから、意外とぼんやりしてるんですよ。あ、そうですか。通訳になるまではめちゃくちゃ明確だったんですよ、うんうん、通訳になるぞ通訳になるぞって言って通訳になったんですけど、もっと大きいことできんじゃないかなみたいな思って、うんうん、思い切ってバーンと飛び出してみたらめちゃくちゃボワーンみたいな。なるほど。けど自分の中ではあ、なんかこっちの方にある気がするみたいな感じの思いはあって、でそれを一つ開く鍵となるのがきっと言語なんだろうなっていうのは僕の中ではあるので、それは一つのモチベーションではありますね。まあでもそれって一つ目標を達成したからこそ今見れてるなんかね、思いというかとこなのかなと思いましたね。じゃあ最後なんですけども、はい、あの僕も大好きなリュウさん YouTube チャンネル、たくさんためになるしかも面白い動画上がってますよね。僕の動画見てる人でもしかしたら見たことない人いるかもしれないので、簡単にどんなことを話してるのか紹介してもらってもよろしいですか。一応 YouTube もやっておりまして、リュウの留学英語チャンネルという見てくださってる方は分かると思うんですけど、全く参考にならないというか、あ、僕は参考になると思いますけどね。勉強にならない、はい、それこそタロサックさんの YouTube こそ英語学習のためになる最高のチャンネルだと思うんで、もうこちらを見た方がいいです、ね、いや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 、はい、具体的に何をやってるかというと主に失敗談ですね、うん、どちらかというと人があんまり話せないようなこうリアルであったりとか、うん、逆にそっちを笑いに変えてその失敗談を浄化していくみたいなタイプの人間なので、うん、それを動画作って留学の失敗談だったりとか英語学習の失敗談だったりとかこうなりましたとかそういったものを主に発信しているチャンネルとなっております。ぜひですね皆さんこの動画の概要欄にもそちら載せさせていただきますので、そちらも遊びに行っていただけたらと思います。ということでリュウさん今日はお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでここまでですね、今通訳として活躍されているリュウさんに英語学習に関するインタビューさせていただいたんですけども、やっぱりですねさすが通訳者、ものすごい量勉強されて今にたどり着いていると。そしてリュウさんが今日話してくれた英語学習、このモチベの保ち方、ここのコメント僕もすごく同感でした。無理に英語学習こう好きになろうとするんじゃなくて、無理のない程度で続けていこう。どうしてもこう英語を習得するためには英語好きにならなければいけないっていう風に考える人いると思うんですけど、勉強ってこう誰にとってもまあきついものだと思うので、こうそれを無理にこう好きになろうとする、その方法を探そうとすると結構難しいですよね。無理なくでもやれるときはしっかりやると、そういう姿勢でこう付き合っていくのがこれ大事なんですよね。そういった英語学習とか、そしてモチベーションの保ち方に加えて、今日はそういった通訳のお仕事の裏話まで聞けてですね、僕もインタビューさせていただいた立場なんですけども、本当に人一倍楽しんでましたね。リュウさん本当に貴重なお話今日はありがとうございました。ここまでしっかりこの動画を見てくれた皆さんに大事なお知らせです。こちらの19万人以上の方が登録してくれている僕の公式 LINE では、 YouTube 登録者数90万人突破を記念して現在超スペシャルなオリジナル教材2つプレゼントしております。それがこちら、総ページ数500ページ超え、制作費用も200万円以上ということで、しっかりとしたコストをかけて必要最低限の表現だけをまとめた学習教材となっております。タロサックイングリッシュプレミアム中学英文法完全解説、タロサックイングリッシュプレミアム高校英文法完全解説、これらの2冊です。ネイティブによる解説付きで、より自然な表現が手に入る新感覚文法書であり、シンプルかつ深く学べる電子書籍です。これらの教材受け取りたいという方、この動画の概要欄の一番上に僕の公式 LINE のリンクありますので、そちらから
友達追加していただいて、プレミアム教材と7文字でメッセージを送ってください。他の記号を入れたりとか、プレミアム教材くださいみたいに他の文字を入れないように注意してください。この他にも6つの僕のオリジナルの英語教材プレゼントしておりますので、ぜひですね、英語知ってるだけじゃなくてしっかり使えるようになりたいと思う方は、この動画の概要欄の一番上にあるリンクから僕の公式 LINE ですね、友達追加してください。ということで、今日も最後まで見てくれた皆さん、ありがとうございます。面白いと思ってもらえた方はチャンネル登録忘れずに、高評価も忘れずに。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。